アイドルグループ、乃木坂46の山下瑞希とハイの鈴木ひとしが W 主演を務めるテレビ東京ドラマレミア23さらば柿日毎週月曜と11時6分の最終回第8が今日7月31日に放送される。放送に先立ってラス筋と場面写真が公開された。原作は あやの、名めで発表した、日だまりが聞こえるで話、を読んだ赤ネデン戦士の同名漫画、地方都市に引き越してきた、主人公の広瀬明、山下と広瀬慶一、僕は、新婚夫婦として、仲睦まじく穏やかに、活をするが、実は兄弟、秘密を抱えた二人を取り、くさまざまな人間関係を描く。明は、実家に来、たまま戻ってこない。 ただ待つことしかでき、にいた、敬一だったが、ほな、谷マリアが、完成さ、タイ本屋、牧島剛、し、伊藤朝日との再会によ、明を迎えに行くことを決心する。一方、明は広し、直美、小沢魔と、ホテルで、食事の約束をし、いたが、それが明のお見合いだったことを知。ショックを受けた明はその場から立ち去り、のまま、姿を消してしまう。と一、 すれ違う、妹の最後の決断とは